お疲れ様です。パーソナリティのロアです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは世界のトヨタ、ヒュンダイ自動車からの技術移転要求を無視をお送りします。今回ご紹介するのは、日本が世界に誇る自動車メーカーのトヨタが渓谷ヒュンダイ自動車からの度重なる技術移転要求を毅然と跳ねのけ、その後のちんけな仕返しにも圧倒する技術開発で滋賀にも欠けなかったというちょっとスカッとするお話です。技術供与、技術移転、共同開発、ものづくりの世界ではしばしば行われている他社との提携、連携を指します。相互に信頼関係を築ける相手であれば、技術供与などにより開発コストの低減や新規市場の開拓などのメリットを相互に享受できます。ですが、提携先が信頼できない相手だったら、多くの場合、技術供与した側は単にノウハウを流出させただけで終わり、ノウハウを得た側は他人の知恵を堂々と転用し、ゆくゆくは自社で開発したと厚かましくも喧伝することになるのです。世界のトップメーカーがしのぎを削る自動車市場でも例外ではありません。渓谷のヒュンダイは2001年日本市場への参入以降、トヨタに対し幾度となく技術移転を要求してきました。このヒュンダイ、耳にしたことがある方もいるでしょうけど、いまいち知らない方も多いと思います。なぜなら、もう日本では売ってないんです。渓谷で最大手の自動車メーカーである現代自動車、またの名をヒョンデ、日本ではヒュンダイとして知られています。もともとブランド名ヒュンダイで売っていましたが、2020年に世界統一で渓谷名のヒョンデに変更したようです。それはそうと、このヒュンダイですが、2019年度は世界販売台数700万台を超え、世界5位の自動車メーカーにまで成長しました。ただ、過去の経緯を見ると、自社で開発を進めたというより、海外自動車メーカーから幾度もの技術供与を受け成長したようです。まあ、それでも十分立派なんですけどね。1967年に創立したヒュンダイは、当然技術、ノウハウがないため、当時世界最大の自動車メーカーだったアメリカのフォードから技術供与を受け生産を開始。しかし、その後、小型車の開発をめぐってフォードとの関係に亀裂が生じ、新たな提携先を求めていたところ、なんと日本の三菱自動車が提携に応じました。これに関しては当時の事情もあったんだと思いますが、という感じですね。他社が難色を示した要求にも応じたようです。そして、三菱の技術供与により、1975年にヒュンダイは渓谷初の国産車ポニーを開発。その後もデリカやパジェロなど、三菱の粋を集めた車種の技術を流用し、現在の規模にまで成長。一方で、技術供与をした三菱はというと、ヒュンダイほどの成長は叶いませんでした。やりきれないとはこのことですね。そうして、日本市場に2001年に参入したヒュンダイですが、販売不振によりあえなく2010年に乗用車市場から撤退してしまいます。一時期韓流ブームがあったにもかかわらず撤退を余儀なくされたのは、もちろんその後の社会情勢もありますが、単に日本のユーザーから見て魅力がなかった、日本車と差別化できなかったことが要因と言われています。日本でヒュンダイ車を買おうと思えば輸入しかありませんが、2021年現在、ヒュンダイ車は1台も正規輸入されていません。日本は世界でも有数の多くのブランド車が買える国なのにです。なお、大型バスなどの商用車は細々ながら日本市場で販売を継続しています。そんなヒュンダイですが、実は過去にトヨタに対して
何度も技術移転を要求してきました。他社の技術を転用・流用しようとする魂胆が見え透いているというか露骨ですが、さすがのトヨタです。全く意に介さず相手にしません。三菱の歴史を学んでいるのか、毅然と要求を突っぱねたのです。そしてその後の悪質な仕返しにも圧倒的な技術力を見せつけ一顧だにせず、当時のやり取りを簡単にまとめてみました。ヒュンダイがトヨタにハイブリッド車の技術移転を要求すると、トヨタの反応は断るとバッサリ。ヒュンダイがトヨタにハイブリッド車の共同開発 OEM 販売を提案すると、トヨタの反応は断るとまたまたバッサリ。ヒュンダイがトヨタにハイブリッドメカニズムの販売を要求すると、トヨタの反応は断るとこれも当然バッサリ。ヒュンダイがトヨタに保守交換部品としてハイブリッドメカニズムの販売を要求すると、トヨタの反応は弊社のハイブリッド車ユーザーに対してならば当然可能とごく当たり前の回答。それを受けたヒュンダイは部品リストをもとに1台分のハイブリッドメカニズムのみの合計価格を算出すると800万円以上になることが判明し激怒しました。ヒュンダイは腹立ち紛れに京国内の新聞でトヨタを詐欺企業として非難しました。さらにトヨタのハイブリッド車は500ボルト以上の高圧電流を使っているので感電死する可能性が高いという噂を流布しました。なんだかいい大人がやることとは思えませんね。しかしトヨタの反応は無視。無視を貫くトヨタ、素敵です。身勝手で悪質な報復をするヒュンダイはトヨタから技術供与を受けられないため、パナソニック製の電池とモーターを転用したクリックという小型モーターアシスト車を試作しました。ただこのクリック、走りながらバッテリーを充電する回生充電機能はなく燃費に問題がありました。これをハイブリッド車と称して観光庁にリース配布したのですが、なんと元になったガソリン車より燃費が悪かったことが発覚。そんなことってあるんですね。ヒュンダイはまたしても身勝手な腹立ち紛れにターゲットをハイブリッドからディーゼルに変更し、日本のディーゼルエンジン技術は遅れているという噂を新聞を使って流布しました。しかし実際は日本とドイツがディーゼル機関の主要特許を独占しています。なのでこれに対しての日本の反応はもちろん無視。ヒュンダイでは大規模石油精製所を持たないため、2007年の石油高騰の影響をもろに受け、軽油の値段がガソリンより高くなるという賃現象が発生します。そのためディーゼル車の販売台数が激減しました。出す手が全て裏目に出る、まあ自業自得なんですけどね。泣く泣くターゲットをディーゼル車からハイブリッドに再度戻します。ですがヒュンダイはハイブリッド車におけるトヨタ車の特許の壁に気づき、ここでターゲットをトヨタからホンダに変更します。ホンダならいける、倒せると夢を見たんですね。2007年に京国の新聞を使って、2年後にはホンダのハイブリッドを抜くと発表。これに対するホンダの反応は無視。ホンダもさすがです。続いてヒュンダイはホンダが低価格車インサイトを開発中だと知り、ターゲットを LPG ハイブリッドに変更します。しかしインフラを必要とする LPG 車は日本でしか販売する目処が立たないため、収益の見込みがゼロだと気づきます。ここまで来るとなんだかかわいそうに思えてきます。そこからヒュンダイはターゲットを電気自動車に変更しました。ですがこれも
頼りにしていた LG 化学のバッテリーでは、価格と安全性の点からこれからの主流となる安価な小型車には搭載できないことがはっきりしたのです。打つ手なしです。最初から降参なかったんじゃないかとも思います。この頃K国はウォン安で破綻寸前だったため、当時のイ大統領は通貨スワップ枠拡大を日本政府に要請、ついでにヒュンダイ車の購入も要求してきました。嘘みたいな話ですが事実です。しかし日本政府の対応は、借金のことなら IMF へどうぞ、購入車種決定は消費者が決めること、技術移転はいたしませんとバッサリ。当たり前ですね。一人空回り、身勝手な報復をするヒュンダイを無視して日本の技術開発は進んでいきます。日本は安全性の点からニッケル水素電池を採用していましたが、2009年に産業がニッケル水素電池の低価格化に成功。これにより日本メーカーは電気自動車と並行してリッターカークラスの低価格ハイブリッド車のめどが立ち始めます。万事休すなのはヒュンダイ、途方に暮れました。そこで K国政府はリチウム電池に輸入制限を設け、日本メーカーによる低価格ハイブリッドカーが開発された際の輸入防止策を出しました。それに対しトヨタは、なんとリチウムイオン電池の容量を10倍にする技術を開発してのけました。通商問題にせず圧倒的な技術を見せつけ突破するなんて、なんというかかっこいいですよね。さて、禁じ手を使いながらも空回りするお隣さんと、冷静かつ着実に技術を進歩させる日本に対し、たくさんのコメントが寄せられていたので一部ご紹介します。ネットの反応。世界企業はやっぱ1枚も2枚も3枚も上手だわ。トヨタの経営陣に喝采。農業、工業、すべていいとこ取り、いい加減の国、善意で指導した技術なのに恩をあだで返す、こんな国に協力する必要なし。他の日本企業も見習え。株主も監視を怠るな。警告に関わると損するぞ。警告は先進国なんだから自国で作れるはず、いや作れないんだったら先進国ではないはず。どうせ技術を盗んで何年か経ったら自分たちで作りましたって言うに決まってる。さすがトヨタですが、これで普通じゃないの？今まで日本の企業は中間に簡単に技術を提供したり指導したりっておかしくない？長年培った技術は宝なのに、その教えた技術で自らを窮地に追い込むって自業自得。もともと日本の技術提供で成長した国、それでいて反日、お付き合いする必要やメリットまるでなし。トヨタは正しい。人の手柄で相撲を取ることしか考えていない警告には、たとえボルト一本たりとも供給などしてはいけない。共同開発とは名ばかりで開発に着手したくないだけでしょう。ジェネリック薬品、 OLED、 液晶、イチゴなどなど、作ることには成功したが技術向上は不可能。周りに置いていかれる。結果価格効率が下がり中国に抜かれる。性能でも安全性でもさすがにこの先は書かないよ、面倒だから。あっぱれなことでございます。お隣さんがはがみして悔しがっている姿が目に浮かびますね。なるほど、トヨタ勝利の裏には徹底した悲観三原則があったわけですね。トヨタは分かってらっしゃる。結論、トヨタは正しい、ヒュンダイはダメ。なるほど、だから法則が発動しないということか。それに比べて他の企業といったら、だってかやつら共同開発と言いながら完全におんぶしてみんな盗んでいくんだから当然でしょう。中国での鉄道共同開発でもやられてるし。
すがにトヨタだわ。以前勤めていた会社も政府だか県だかのご利用しで警告下請けと業務提携させられたが、高速発動で倒産した。やっぱ警告とは教えない、助けない、関わらないが正解。脅し買収に侵食されている日本企業はよっぽど腹くくって除染に取り掛からないと先がないだろうね。やっぱり福沢諭吉先生は立派なお方であった。尾張や三河の門は基本的に田舎だから仕方ない。それに比べて尾張の酒屋のせがれが作った白物家電のあの会社はね。トヨタと日産ルノーの警告に対する態度で法則が発動しているかしていないかは明白。日産はルノーサムスンの SUV を作らせてるし、警告製の部品も大量に採用している。日産車は GTR みたいな特別な車以外は怖くて乗れない。腹いせに在米警告人がプリウス事故捏造からのリコール祭り、在日マスゴミを使いプリウスのブレーキ問題捏造からのネガキャンも追加で、トヨタをディスってる車好きは、あ、察して。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、トヨタさんはかっこいいですね。一方でこんな足を引っ張るような行動をとるお隣さんの企業につきまとわれるトヨタや日系メーカーの方々の苦労を思うと、なんだかなと感じますね。日本が長年かけて作った技術を簡単に持っていこうとする行為は許せないものです。断り続けて最後には技術で勝り、何にも言えない状態にしたなんて、さすが日本が誇るトヨタはかっこいいですね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。